とにかくもう打ったらすぐ次、打ったらすぐ次っていうような感じで、まあこう、僕はポイントとして打ち終わってからすぐステップを入れるような感じにすると上半身はリラックスできている感じなので次の準備に対しての動きが結構早くなると思います。こうやってちょっとこの打ち終わった後のステップを早く踏めるといいと思